ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪メダル U 金幕デビュー5つの歌の物語だにゃん、こちらのボックスを開封していきたいと思います。前回はジバニャンやキジニャン、犬ニャン、サルニャンなどが出たんですが、15種類しか出なかったので、ちょっとまだまだ歌メダルも出てないのが、今回は出てくれたらいいなと思います。では早速、箱かぶりだけは避けたいんですが、開けていきたいと思います。では開けていきましょう。いきます。今回の箱の相当は何でしょうか。せーので、じゃん、6094ですね。6094。9番の箱になるのかな。前のバスターズメダルでは9の箱と4の箱が一緒の内容だったので、まあ、今回もそういうことはないとは思うんですけれども、被ったら嫌だな。1パック目開けていきます。せーの。何かな？あ、冬にゃんだ。と、キジニャン。これは前回も出ましたね。フィニアの方は Z メダルです。では、2袋目。もうどんどんいきます。あ、はい、いきます。これは、コマジローと、犬マロ。こちらも前回も出ましたね。犬マロが来ると猫キヨが来るかな？3パック目は、あ、猿が見えちゃった。猿と、じゃじゃん。何これ？何これ？え、何これ？コマさんがなんか、コマさんがなんか何これ？え、これ、え、はぐれメダルなのかな？どうなのかな？これ、コマさんですよね、多分。がなんか、超巨大化しちゃって、メダル埋め尽くされてます。これ面白い。何これ。4パック目いきまーす。4パック目は、じゃじゃん。あ、来ましたね。猫キヨとキジニャンでーす。いける。何度見ても面白い。カピパラさんみたい。では、5パック目いきます。5パック目。何かなー？せーの、じゃん！あ、これは、水かき隊が出ましたねーと、キジニャン。水かき隊の歌メダルが出ましたー。そして、犬猿キジ。あ、犬がいないか。キジが、キジ3つ出てる。この被り方、ちょっとひどい。キジが3つ出てますね。では、6パック目いきます。6パック目は何でしょうか。せーの、じゃじゃん。あ、猿。ちらっとさっき見えたから猿かなとは思ったんですけど。あともう1枚は、じゃん。猫キヨ。これも結構被ってますね。っていうか、ほとんど同じのばっかしか出てないですね。やだー。7パック目。あ、歌メダルが見えた。何の歌でしょうか。じゃじゃん。お、ニャニャンオールスターズだ。と、サルニャン。サルニャンも2枚目 ?3 枚目 ?3 枚目だ。すごい。何この被り方。もう8パック目いきます。クリスマス前なんだから喜ばしてほしいんですけど。せーの、じゃん。コマジローと、猫キヨ。これひどい。なんだこれ。ボックスで買わない方がいい感じですね。きつい。はい、9パック目いきます。せーの、いいの出るかな。犬マロと、じゃん、普通が出ましたけど、これも持ってますね。前回出なかったメダルは水かき隊とコマさんしか出てないかな。いきます。せーの、10パック目、じゃん、巨大サンタと、あ、やったー。これで、
コマジローが出て、コマさんが出ないのはね、しっくりこないので、コマさん来てくれてよかったでーす。では、11パック目、いきます。残る2パックは何でしょうか？なんだ、う、なんとかう。なんでしょう？せーの。あ、ふうだ。ふうが来ました。と、引きこもりのためなる。ふう2は持ってたんですけど、ふうは初ですね。やったー。さて、最後の1個。せーので、じゃん！ちばにゃんと、巨大サンタ！あれ？そうだそうだ、そういえば、コマさんが出てたってことは、これはやっぱ、はぐれなのかな？だったとしたら嬉しいな。嬉しいんだけれども、よくわかんないです。これは、はぐれなのかな？だったら嬉しい。これ超かわいいですよ、だって。顔全面メダルみたいな。もちもちした感じがたまらなく可愛いです。袋から開けて見てみましょう。はい、今回の中身も見てみたら、まあ、揃ったメダルは15種類ですね。この一箱で揃ったのは15種類ですが、はぐれが入っていたので、よしとしましょう。で、やっぱり、キジニャンの被り方がやたらすごくて、前回出てきた犬ニャンが出てこなかったですね。あと前回出てきて今回出てこなかったのはデーモンオクレと、ヘアノスミスと、ダークニャンと、あとこれですね、アメコメクラブですね。まあ、ダークニャンは去年もらってる人はいらないかなって感じなんですけれども、まあ、今回はこんな感じでした。では、一枚一枚見ながら音声を聞いていきましょう。じゃあこの気になるコマさん2つは最後に取っておいて他のものから聞きましょう。では猫キヨ。犬マロ。では歌メダルのニャニャンオールスターズ。にゃんが多すぎにゃんということで、では、にゃんをちょっと連続で聞いていきたいと思います。まずはじゃあ、ジバにゃん。サルニャン。
キジニャン。ということで連続にゃんにゃんを聞いていきました。では歌メダルの引きこもり、このメダルを使うには更新を頼むぜ。まあ、更新されてないときはなるんですけど、今の読み込みミスですね。いきまーす。では巨大サンタ。ではフー。感じの風でしたね。見たまんまの音でした。では風2いきましょう。ではコマさんの前にこちら歌メダルの水かき隊を聞いてみましょう。なんかだんだん新しく出るごとにメロディーが長くなってきて楽しみが増えてますね。ラッパーな感じの水かき隊でした。では最後ノーマルのコマさんからまず聞いてみましょう。Thank you.
ではこちら、これがさっきと同じ音声ならはぐれということですし、違う音声なら別のメダルということになります。さてどうでしょうか。違う音声が出た。え、っていうことはこれ別のメダルなのかな。モンゲー、大きすぎてはみ出てるズラ。大きすぎてはみ出てるズラっていう音声、これかわいい。なにこれ、これは普通のメダルってことですかね。まあでもラッキーでした。かわいい。はい、ということで前回と今回で中身を照らし合わせていった結果、妖怪メダル全20種揃いましたね。こちらのコマさんのメダルも一瞬はぐれかなと思ったんですけれども、はぐれだったら取り付いてるのがどっかにくっついてますもんね。なので普通のホロメダルだと思います。ということで無事2箱でコンプリートしてしまったんですが、買ったので残りの2箱も開けていきたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。